こんにちは。清水藤枝応援おじさんです。今回は明治安田 J2 リーグ第34節終了時点の清水と藤枝の到達点がこうなってたらいいなというおじさんの超個人的な希望について語ってみたいと思います。はい。まず清水エスパルスですが、第34節水戸戦で水戸さんに勝利して、長崎さんが 大分さんに引き分けると、自動昇格がこれにて確定することとなります。清水が勝ち点が75になって、で、長崎さんが61以下という形でも、残り4戦で、長崎さんが清水に勝ち点で並べ,並べないというか、手が届かないような状況になることが確定して、清水の自動昇格が確定しますね。 はい。はっきり言ってもう早い段階でもうどんどん自動車区が決まってくれたら本当にいいなと思っております。10月20日山形線でホームで決まればそれはそれで最高なんですけど、まあ早い、早い、いいことは早い方が、本当に早い方がいいなということで今そんなことを希望として持っています。そして水戸線ですね。因縁あるというか、 もう、曰く月の昨年の、えー、最終節、第42節で清水が水田さんに引き分けてしまって、上位昇格権を逃し、そこからプレイオフでも一回も勝つことができず、えー、J1 昇格を逃してしまったという、そんな因縁の地だったりもするんで、そこで昨年引き分けとなって、多くの方が涙を流し、涙を飲むような形となったもんですから、その地での勝利が、 え、ですね。昨年1年間、えー、置いてきた忘れ物とか、取り逃した忘れ物をですね、取りに行くという形で、まあ、応援に行ってくれる方、観戦に行ってくれる方、そこでですね、今節は勝って、悔しい涙、悲しい涙ではなく、嬉しい涙を流してきてください。はい。そしてですね、大糸さん頑張ってください。で、あと藤枝なんですけど、今節、岩き戦で、 引き分け以上で J2 リーグの残留が確定することになります。現在18位の、栃木さんが今勝ち点30なんで、もう勝ち点を藤枝一積み上げるだけで、栃木さんが追いつけなくなることで J2 残留が確定するもんですから、まあ、勝ちたいところではありますが、 えー、まあ、引き分けでいいわけじゃないんですけど、まあ、ここの試合で J2 残留を確定し、一歩一歩確実にできることからやっていって、プレイオフ滑り込みができればいいな、などとですね、思っております。はい。まあ、プレッシャーを与えたいわけじゃないもんですから、まあ、できることから藤枝は、で、コツコツ積み重ねていって、最終的に、 五戦、戦い抜いたらプレイオフに参入できていたらという、ね、そんな結果を望みたいと思います。というわけでちょっと長くなっちゃいましたけど、これにて動画を終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。